はい、皆さん、こんにちは。モロトフです。キングダムズリボーン続きをね、やっていきましょうか。 気づけば人口318人ですね。こちら、我々の町ですね。そして下にね、村があるんですけど、こちら、今ね、発展途上中ということで、人口は33人ですね。人口キャップは40ということで、もっともっとね、大きくしていきたいなと思います。で、早速なんですけども、コメントでいただきまして、私ね、大きな大きな勘違いをしておりましたね。前回設置したこれ、これなんですけども、 逆ですね。ここね、カカオとタイマー輸出するよっていう意味でこう選んじゃったんだけど、実はね、これ向こうから輸入するものをここに書きなさいということですね。そうかそうか。ご指摘ね、ありがとうございます。 ということで、早速選びましょうか。我々こちら食料がね、怖いんで、足りないんでね。早速、えっ、ー、と、オレンジだよね。オレンジを確か欲しいよって言ってたんだよね。ありました、オレンジ。どんぐらい行こうか。がっつり500個行きましょうか。大丈夫かな向こうの街もね、自利品だと思うんですけども。そしたらば続いてね、薬。これは必需品ですよね。薬もゲットしておきましょう。ほいっと。で、薬はね、向こうたくさんあると思うんで、思い 切ってそうだな一気に1000個ぐらいひとまずゲットしておきましょうかさらにねこちらで作れないものとしては工具だと思うんですよね工具これあった鋼鉄の工具これを300個ぐらいどうでしょうそして最後 できないのはもう一つ重要なものがありますね。石炭。まあ極端に言うと、石炭はね、できないんですけど、木炭が作れるなとは思ってるんだけども、一応ね、必需品としてゲットしておきましょうか。もしくはやめようか。ゲットするのはやめて、100個あるから、ここでね、一気に木炭をゲットすると。 ということにしときましょう。だからここは一旦なしにしとこうかな。もしくは他に欲しいものがあるのかな。例えばですけども、陶器とかどうだろう。陶器なんかがあると住居はね、レベルアップするからいいかもしれないね。ということで、陶器そうだな。じゃあ300個ぐらいにしとこうか。よいしょと。こんな感じにしときましょう。で、忘れないようにね、向こうもちゃんと設置していきましょうか。ここですよね。ここ。えっ、ー、と、向こうから欲しいのは案外シンプルなんですよね。 まずは、大麻が欲しいよということですね。向こうで大麻を大量にね、栽培してるんで。それがね、高級品の扱いになると思うんですよね。ありましたね、大麻。じゃあ、大麻をね、700個にしておきましょう。そして、そして、さらにね、チョコレートの原料になるカカオなんかもゲットしておきましょう。 後々ね、これね、ショコラティエというね、まあ、チョコをね、作る工場をね、えー、設置したいんで、カカオはね、えー、町の方に輸入しとくという感じで進めたいと思います。そしたらば、そしたらば、引き続き、木炭工場を下に作りましょう。えっ、ー、と、木炭工場としては、ここを選べばいいと思うんだけど、ありますでしょうかありましたね、木炭。よし。これね、木をね、消費するんで、ほんと嫌なんですけど、まあ、しょうがないよね。 じゃあ、そしたらば、ここに設置しようかな。ポツンと置いておきましょう。そして早速ね、急速建造しましょう。お金はたくさんあるので。あとこれできたらね、こっちに入れとくよ、ということにしときますか。それではできました、ということで、早速アップグレードしまくりですね。よーし。で、一応ね、34人の人口で、労働者が全員入ってますね。15人が労働者ということで、これで木炭ここで作っていきますね。そして たらば、下のカード類をちょっといろいろやっておきましょうか。倹約の本ですけども、これいろいろ悩ましいんだけど、ウォッカ上流所にやろうかなと思います。なんでかっていうと、一応この街でね、一番維持費がかかってるやつの一つということで、46ゴールド毎月ね、かかってるんですね。これを半額にしちゃうよということで、23ゴールドですと。 よし、よし。そしたらば畑類をさらにね、増やしていこうかしら。どうでしょうかこちら。ね、ずっとここね、あまり動かなかったんだけど、今ね、動いてますけど、葡萄が足りないよということだと思うんで、さらにね、葡萄畑をね、作っていくという考えでおります。ここら辺にしようかな。よいしょと、近場が一番いいかなと思って。じゃあ、ここに置きましょうか。ほいと。 そしたらば、これをね、サクッとブドウに変えて、キャラバンが来たけど拒否をして、えっ、ー、と、移民が来ましたね。これは悩ましい。移民8人か。8人やっちゃうとパンパンになっちゃうので申し訳ないけど拒否しておきましょう。そしてブドウそして休息ということですね。はい。 で、そしたらば次は家具屋がね、足りないんじゃないかっていうコメントがありましたね。確かに家具ね、もう30個ぐらいしかないから、これピンチですよね。それではカードを引いていきますか。よいしょと。ありました。早速家具屋がありますね。そして後々欲しいであろうビール醸造もちょっとゲットしとこうかな。よいしょと。はい、やりましたと。 そしたらば、家具屋は都心の近くに置いとこうかな。ここら辺でいいと思いますけど。よいしょと置きましたと。あとは引き続きビールなんですけど、ビール醸造所も置いておきましょうか。ここにね、ビール醸造所があるんで、近くに置いとけばいいんじゃないかな。やっぱりここで行きましょうか。ね。よいしょと、こんな感じです。はい。 そして、そして、さらにですけども、結局ね、このね、tja 1,tja 2が不足しているんじゃないのかなという指摘があって、それによってね、人口キャップが増えないということになっているということみたいなんですよね。 だから、やるべきは、あとはキャンドルですね。キャンドルがなくなっちゃっているんで。そうした場合、綿花だと思うんですよね。綿花畑はここにいっぱいあるんだけど、ここがね、いまいち効率よく回っていないということだと思いますんで。そしたらば、綿花畑ですけど、ここに作っておこうかな。窓なりに作っておきましょう。よいしょと。はい、作りました。 これが面下畑になりますよということで、よいしょと。そして道ですね。忘れちゃいけない道も作ろうということで、石の道を作っとこう。よいしょと。こんな感じですね。これちょっと急ぐんで、スピードアップしましょう。はい、はい。順調です。そしたらね、今度は向こうの頃に行ってみましょうか。はい、と。まずはアップグレードいろいろしていきましょうか。石がいっぱいあるんで、アップグレードしましょう。あー、これレンガがないんだよな、こっち。 レンガをここに持ってくるっていうのもやりたいですよね。ただ陶器にしちゃってんのか、なかなか悩ましい。陶器はやめよう。そしてレンガに変えましょう。 はい。レンガありました。レンガ300個がいいもっともっと向こういっぱいありそうだから思い切って1000個ぐらい持ってこようか。よいしょと。ね。こんな感じでいきましょう。一応念のため在庫どんぐらいあるか見ていこうか。よいしょと。えっ、ー、と、レンガですけど1600か。1000持ってくるのはやりすぎたかもしれないな。ひょっとしたら大体そうだな。600個ぐらいにしとこうか。ね。そしたらばこれね、600と変えればいいだけですね。よいしょと。はい。こんな感じでいきましょう。 そして、そして、次、やることといえば、コーヒー豆なんですけど、これ、いらないかなと思ってますね。なんでかっていうと、コーヒーチェリーが我々の地区で取れないんですよね。コーヒーチェリー一番近くてどこで取れるのっていうと、ここら辺なんですね。すごい遠い。だから、輸入しなきゃいけないんで、 結局ね、現時点ではコーヒーは作れないということなので、えー、これはね、売っちゃいましょう。460ゴールドですね。ただし、これは重要だと思いますね。学者のオフィス。これによって倹約の本がね、何やらできるということみたいなので、これは欠かせないよね。さあ、どこにやりましょうか。ここに置いとこうかね。ポツンと。はい、置いときましょう。そして、5人の移民が来ますよって言ってるけど、こっち溢れてますね。ホームレスがいるから、到底受け入れられないということですね。残念だ。 First. たらば、結局、住宅を増やすしかないんだけども、また住宅をね、増やしても、あんまり人口が増えないというね、ことになりかねないんですけど、これ一気にやっちゃいましょう。よいしょ、よいしょ。急激にやることで、ホームレスを防ぎます。よし、やった。そしたら、三つともアップグレードしていきます。はい、と。これによってね、さらに人口キャップが増えましたということですね。どちらにせよ、高級品、ティア1、ティア2がないと始まらないですね。さらにティア3も必要だと。 いう感じか。わ、陶器向こうに持ってったからね、足りなくなっちゃったな。なかなか大変だ。ここに来て結構大変なことが起きてますね。陶器が足りないということは、陶器の原料である粘土、これもなかなかないんだよな。結局ここでしか作られてないということでないのか。 ちょっとこれは悩ましい。いろいろ考えなければいけないですね。えっ、ー、と、学者のやつはここに置いたんだよね。だからこれちょっと急速発展させましょう。何気に1万ゴールドぐらいしたんだけど。大丈夫かなこれで生産力の本っていうのがありますけど、いろんなね、本が選べるということですね。一応倹約の本にしとく。どうしようか。ワイルドカードっていうのもあるぞ。どうだろう倹約の本をまずいっぱい作ることで、お金のね、 減りを少なくするよいしょと。はい。さあ、さあ、さあ。そしたら、バスタも強化していきましょう。おそらく人はたくさんいるはずなので、タイマーをね、増やしていきたいと思います。試行品ですね。タイマー。えっ、ー、と、タイマー畑。どういう感じでいこうか。ここら辺に作る。そんな感じがいいかもしれないね。えっ、ー、と、ここに一つ。もう一つ作っちゃおうかな。思い切って。もう一つ隣に作っちゃいましょう。こんぐらいでいかない。よいしょと。はい。 そしたらば、タイマーを選びます。よいしょ。タイマーを選びます。そして、急速発展にして、こっちも急速建造ですね。急速建造にしておきますと。ほいほい。 そして今後なんですけど、カカオをね、原料としたショコラティエのね、工場を作ってチョコレートを作ろうと思うんですけど、その原料にはね、えー、牛乳が必要だっていうことらしいんですよね。だから銀行の研究ではなくて、急遽ね、牛の研究にしましょうか。牛の牧場です。これで次回牛の牧場がアンロックされたら牛を飼って牛乳をゲットすると、その際にね、ショコラティエの建物も作っちゃおうというのが次回の作戦ですね。はい。 ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね続きは見たいと思う方がいらっしゃったらぜひ、いいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。 Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty.